月に生きている証拠。どうも、坂倉です。じゃあ今回は、月に生きている証拠っていうアドベンチャーゲームですね。ゲームの内容としては、月に生きている生物を探すっていう内容らしいんですけど、それ以外知らないんで早速やっていきましょうか。1835年、希望神にて、ジョン・ハーセル卿による偉大な天文学的発見。月に存在する生命と文明。この最新事実を提供してくれたハーセル卿の助手、アンドルー・グラント博士に心より感謝します。1835年?アポロ計画が始まるずっと前じゃん。愛の理想郷を探してる時でしょう。目を開くと、自分が月にいることに気づいた。いつの間にか、右手に小さな機械を握っている。ん?起きたら月にいたっていうことか?このゲー、なんだろうね。とりあえず進むか。でも進むと、ゲージがちょっとずつ増えてるね。いや、でも、なんだろうね。右端のトランシーバーみたいなのを持ってる手が、なんだろう、素手だね。手袋とか宇宙服の感じじゃないんだよな。いや、そもそも、1800年代に宇宙服ってな、ハロー、グラント博士。みんな、あなたが嘘をついていると思っている。それどころか、あなた自身を嘘だと思っているんだ。必要なのは証拠だ。捏造なんて、もってのほか。このカメラを使うといい。シグナルを追うんだ。カメラ?さっきのカメラデジカメだよね。1835年にデジカメ?自由に動けるようにはなったけど。とりあえずこのゲージが動いてる、高まってる方に進めばいいのかな?こっちで合ってるっぽいけど。いやでもこの BGM とね、背景がすごいいいな。なんだろうな、心地よさと寂しさを感じる。すっげえいいゲームだ。でもここら辺からゲージが下がってるね。ここか。じゃあ横に移動して、ゲージを上げていけば、もう少しだね。ここでまっすぐ。違うな。下がる?バッファロー?バッファローだ。月に
生き物がいる証拠を探しているんだって。それで私を見つけたわけだ。おめでとう。これからどうするんだい？その写真をみんなに見せるのかい？信じてもらえるといいね。ん？なんだ？すげえ気になる。で、また違う生命の証拠を探しに行くんだ。生命を見つけて、だから嘘つき、宇宙飛行士に嘘つきと思われてるから、これで証拠を突きつけてやれっていうことなのかな。どういう結末を迎えるんだろう。いやでもね、これなんだろう、矢印押してるだけなんだけど、この風景とね、BGM がすごく心地いい。お、ビーバー？ビーバーだ。どうして自分が好きでいるってわかるの？私にはアフリカがどこかに見えるけど。そもそも夢や幻覚って考えるのが普通じゃない？お酒を飲みすぎてしまったのかもしれないわ。あるいは好きなことばかり考えているから、ついにおかしくなってしまったのかも。そうだよな。目を覚めたら月にいたっていう始まりだったもんな。なんだこの世界観。いやーでもここ怖いよな。夢だとしてもさ、なんだろう、何もない砂漠っぽいところだよね。明かりも何もない。あ、ペリカン？近っ。肖像画みたいに来たね。道具は進化しています。その手に持っている機械はあなたの時代にはありませんでした。人は進化していません。身振りも声も絵も文字も写真も映像も、どれほど時代が移り変わろうと、信じたいものだけを信じる愚かな差がはずっと同じです。その無意味な行動が、せめてあなたの慰めになっているのならいいのですが。本当に夢の世界なのかな。いや、どんな結末だ。音がだんだん大きくなってるね。ヤギ？ユニコーン？にしたって。なんだっていいじゃないか。誰も君を信じてくれなくても、君は本当のことを知っている。
それだけじゃダメなの？みんなに分かってもらわなきゃいけないなんて。窮屈そうで、僕は嫌だな。なんだこの生き物たち。最初のバッファローとか、ビーバーくんは、まあなんだろう。言ってることがわかる。信じてもらえるといいねだとか、もしかしたら現実じゃないかもしれないよっていうことでしょ？そこから先の2匹だよね。じゃ、この先。でも、さっきのやつも、ヤギの頭に、角が1本でしょ？あれは何だったんだ？あ！なんだ？ああ！あ！また会いましたね。何度来ても同じですよ。私たちは存在しています。ですが、証拠はありません。自分の存在を証明するなんて、あなたならその難しさはご存知でしょう？ずっとこの場所を訪れ続けるのはなぜですか？皆に真実を知ってほしいから？自分を認めてほしいから？あなたの時間はとうの昔に終わっています。あなたがしてきたことは、いつまでも虚偽として語り継がれるでしょう。残念ながら、それが過去の常というものです。諦めてください。諦めて眠ってください。ん？お！いや、すごいなぁ。あ！女神？このゲームはグレートムーン捏造記事を題材に制作しました。グレートムーン捏造記事？終わった。このスタッフロールまで来たけど、なんだろう、気持ち良さはない。でも、不快感もないっていう。あ、言葉にしづらいな。ただ、なんつうだろうな。ただ、小気味はいいみたいな。なんて言えばいいんだろう。ああ、難しい。ただ、やってよかったっていう感想にはなる。うん。なんだろうな、ゲームのシステム的にも、白と黒の画像だけで、もうクリックしか押してないんだよ。で、音を探して進んでいくっていう、まあ言ってしまえば単純なゲームなんだけど、すごく引き込まれる。世界観に。あ、なんだろうな。いや、でも、これは、なんだろう、人に勧めたくなるゲームだな。面白いからやってみてじゃなくて、ちょっとこれ、やって、感想を聞かせてっていう、
タイプだな。なんなら見た人からもコメントで感想を教えてほしいかな。だから俺と違ってやっぱりなんか、いやちょっと気に入らないなっていう人もいれば、あ、すごく良かったって思う人もいるだろうから。いや、なんだろう。感想を聞きたいな、皆さんの。みんなの。そういう不思議なゲームだったね。はい。ちょっとね、グレートムーン捏造記事っていうので、検索してみました。いや、これ実際に、やっぱり1835年に、アメリカのザ・サンっていう、新聞社で、新聞に載った記事らしいんですよ。いや、これね、YouTube にも、なんだろう、動画としてまとめられてるぐらいなんで、ちょっと見てほしいかな。で、これ記事として、ウェブの記事として見たんだけど、1800年代っていうさ、望遠鏡とかもほとんどなくて、月を見ようっていうのが、一般市民に広がってない状態であれば、これ信じられてもおかしくねえなっていうのと、こんなら月すげえなっていう風にブームになってもおかしくねえなと思うぐらいの、これ時代背景がまたいいね。1835年、だからこれが捏造であったとしても、なんだろう、月に生き物がいて違う文明がありますよっていう風に言われたらときめくもんね。だから今の気持ちとしては、その1835年でその新聞を見た人たちと同じ気分かもしれない。だって月にさ、あのバッファローとかビーバーいるわけないって分かってても、どうなん、え、これなんだっていう風に引き込まれるもん。あー、すげえ。あー、じゃあこのゲームはね、タイムマシーンだわ。あー、すげえ、なんかすっきりした。この自分の感情の言語ができたし、でこれの本当に皆さんの感想を聞きたいな。